12月7日ススポーーツニュース FA 近藤健介に大型契約の重圧ソフト B6 年35億円規模に日本ハムも条件上乗せた抗各球団と平等に話を聞いている段階納得して決めたいので期限は設けない年内に決められれば海外 FA 権を行使した日本ハムの近藤健介29がこう言って熟考している間に。 各球団の条件がが膨れ上がっているという現時点で日本ハムを含めた楽天以外のパゴ球団が近藤争奪戦に名乗りを上げていて中でも顕著なのはソフトバンクだ6年30億円と言われた金額をさらに情報修正その条件は総額で6年35億円規模とも言われるがここに来て目の色を変えているのが日本ハムだという何でも。 ソフトバンクと勝負できるくらいまで条件を引き上げるともったらです。と日本ハム OB がこう続ける近藤は野手で最も計算が立つし、チームの顔とも言うべき選手、新庄監督は来季、優勝を目指すと話していて、そのためにも欠かせないピースですからね、新球場元年を控えて、看板選手に出ていかれたらそれこそ赤っ端という判断が働いたのでしょう。どうやら親会社がバックワックする方針がし、 今期年俸2億5,500万円の倍以上の長期契約。プロ11年間の通算打率は307、出塁率は413。バットコントロールだけでなく選球眼にも優れ、球界を代表する好打者だ。おまけに外野守備も上手い。パのほとんどの球団が獲得に目の色を変えるのももっともとはいえ、近藤の目の前にぶら下がっているのは今期年俸2億5,500万円の倍以上の金額の長期契約だ。 他球団に移籍したとしてもそれなりの重圧はかかるが仮にソフトバンク並みの条件で残留するとすればチームではこれまで以上に突き抜けた存在になる優勝受けを委任として他球団に移籍する以上のプレッシャーがかかるのは間違いなさそうだまさかの PK 全部外しても6個に負けたスペインに衝撃 PK1000 本練習した結果がこれカタールワールドカップ 決勝トーナメント1回戦、モロッコ0、PK3 ・0、0スペイン、6日、エデュケーション、シティ競技場、1次リーグ E 組を日本に次ぐ2位で突破したスペインは、F 組1位のモロッコと対戦。今大会2度目の延長戦からの PK 戦の末にモロッコに敗れ、2大会連続の8強入りを逃したスペインは、PK を蹴った3人全員が失敗し、 4人中3人が成功したモロッコに PK 戦3、0で敗れた。衝撃的な PK 失敗での敗退に、ツイッターでは、スペインマジ、モロッコ、などがトレンド入り。スペインのルイス・エンリケ監督は、決勝トーナメントでの試合を控えた5日の会見で、ワールドカップに向けて、代表選手に所属クラブで PK の練習を1000本こなす、宿題、犯した、と明かしていた、と海外報道が伝えていた。 PK は宝くじではない。練習すればうまく対処できる。などと話していた。だが、実際にワールドカップ本番で迎えた PK 戦では、全員失敗という最悪の結果となってしまったことで、スペイン間近、グループ E すべての国敗退。モロッコのキーパーは本当にレベル高い。蹴るのが下手とかそういうことじゃない。モロッコのキーパーのレベルが高いんだ。モロッコが、p k 戦会回練習すると言っていたスペインに PK 戦で勝ち。 スペインじか。ななたいいにっている。やっぱり PK ってむずいんやなスペインでも PK で負けるこれが PK 戦の難しいところあれはサッカーの技術なんだけどサッカーとは別競技よねスペイン間近1,000本練習した結果がこれなどの声が上がっていた日本人は人類の文明の最高レベル FIFA が投稿したワールドカップ日本人の品格 4場面に世界中が絶賛、日本人は私たちの心を勝ち取った。など、感激の声が続々、現在、カタールで行われているワールドカップ、現地時間の12月7日に行われた2試合でスペイン代表とポルトガル代表が勝利し、ついにベスト8が出揃った。サッカー日本代表は惜しくもベスト16で敗退、12月5日に行われたクロアチアとの試合で PK 戦まで持ち込んだものの、ここで屈してしまっていた。 思い起こせば、このワールドカップは日本人にとっては大の多い大会だった。初戦でドイツを、3戦目でスペインを破ってグループリーグを首位通過、優勝候補の一角であるドイツが敗退するというニュースを世界に放っただけでなく、ゴールラインにボールを、1ミリ、だけ残した奇跡の折り返しのほか、サポーターの献身的な姿も注目された。FIFA は、公式ツイッターにそんな日本、 の印象的な4場面の写真を投稿すると同時に、ピッチの内外で品格を示した、大会での彼らの旅は終わったかもしれないが、サムライブルーの選手、スタッツフ、ファンは確実にカタールワールドカップに足跡を残した、のメッセージを送った。その4場面とは、森保一監督がクロアチア戦後にピッチに出てきて深々とお辞儀をした場面、ピッチで戦う選手の姿、試合後の観客席でゴミ拾いをするサポーター。 そして、ロッカールームに残した折り鶴だ。ピッチの中の品格、そして、ピッチの外の品格に、FIFA は敬意を示した。日本人は人類の文明の最高レベル。日本人サポーターがスタジアムを自主的にきれいにする姿は世界中に衝撃を与え、選手やスタッフがロッカールームをきれいに使い、さらに、感謝の折り鶴を置いて去る姿は、やはり感動をもたらした。この投稿には、 英語やアラブ語などさまざまな言語で称賛と絶賛のコメントが寄せられている。日本にもう一度ワールドカップを開催するチャンスを与えるべきだ。日本はこのワールドカップに希望を与えた。日本人は人類の文明の最高レベル。今大会で最も優れたチームの一つ、日本人に敬意を表します。日本人は私たちの心を勝ち取った。FIFA はワールドカップ終了時に日本のフェアプレーを表彰してください。 彼らは完全ににそれに値します。とてもクール。日本は偉大だ。さらに日本語でも、同じ日本人として誇りに思うコメントがやはり続々と挙げられている。誇りに思います。次のワールドカップではサポーターとして現地参戦して、この一員になりたい。日本人であることを誇りに思う。かっこいいとはこういうことだろう。素晴らしいチーム。応援できてよかった。これも、泣ける。堂々と胸割って帰ってきて。 高評価いいたただいてることが嬉しく感じたピッチの中で外で彼らは品格を見せたトーナメントでの旅は終わったのかもしれないけどサムライブルースタッツフファンたちは間違いなくカタール大会に足跡を残した日本代表は目標とするベスト8に手が届かなかったがこの大会に足跡を残すことはできたそして次回大会でこそ新しい景色を目に焼き付ける MLB、ML 大谷翔平。来季は中5日で登板へ。指揮官はエースと期待。余計な休み与えない。みなしあん GM。可能な限り登板してもらいたい。当然のこと。エンゼルスのフィル。ネビン監督が6日、日本時間なのか大谷翔平投手の来季の登板間隔を開幕から中5日とする方針を明らかにした。米カリフォルニア州サンディエゴで行われているウィンターミーティングで報道陣の取材に対応。 投げられるときはいつでもマウンドに立ってもらいたい。と投手としてフル回転させる。今期の投手、大谷は前半戦で主に中6日、後半戦で中5日でマウンドに上がった。後半戦は6勝5敗だったが、防御率2.28をマーク、自己最多15勝につなげた。余計な休みを与えたくない。オフがあるときは、大谷が登板できるように、他の先発投手の番をスキックする。と話した。ペリー ミナシアン GM も彼には可能な限り登板してもらいたい。それは当然のこと、そう思わない人間など、いるだろうか、と話した投打の二刀流選手でありながら、来季はエースの役割を期待されている。